琴平急行電鉄線は、琴平急行電鉄が1930年から1944年にかけて運営していた鉄道路線である。なお、運営会社の琴平急行電鉄は、路線休止後の1948年に琴平三宮電鉄に九州合併された。本路線は、琴平宮への三継路線としては最後に開業した路線である。 起点である堺では、当時隣の丸亀と並んで、本州と四国をつなぐ重要な港町であり、そこから古くより参拝者が多く訪れる、琴平宮への参宮路線の敷設は、多くの需要が見込めると考えられた。しかし、同区間を結ぶ鉄道路線としては、すでに琴平参宮電鉄の境で線、琴平線に廃止が存在していた。さらには、 鉄道省予算本線主線土参線や、琴平電鉄が、この地域の中核都市であり、宇航連絡線の、発着する高松市から琴平まで路線を先に、伸ばしていた。そのため、本路線を含め、軽4車の路線が琴平への輸送を争うような、事態になり、さらに、香川県の各地から琴平へは、バスも多く運行されていたことから、当時の人口からしても明らかな、 加藤競争路線であった。その上沿線は人口規迫地帯であり、営業は不振が続いた。また当時、大阪、神戸から瀬戸内海地方へ向かう大阪商船など、関西と四国を結ぶ重要な交通手段であった。航路は、境でではなく高松、多度津に寄港しており、それらの地域から列車、電車を出している、鉄道省土産線、琴平電鉄。 琴平三宮電鉄に対抗し得なかったことも、本路線の苦戦につながった。なお、社名の急行は、路面電車の琴平三宮電鉄や、汽車の土産線に比べて、早いという意味であり、実際には全列車が、各駅停車であった。営業成績そのものは1940年を境に、改善の兆しを見せ、1942年には、 単年度収支で黒字を形状するまでになった。しかし、前述のように、本路線は、土産線や琴平三宮電鉄線との完全な平行路線であったことから、太平洋戦争激化に伴い1944年1月に、不要不急路線に指定され、各種設備を供出し、営業を休止した。こと3合併後も、路線免許は保持されていたが、 1954年9月に廃止申請がなされ、明日ともに廃止となった。なお、バス事業を牽営していた。上記は営業休止直前のデータである。JR 土産線との立体交差部。高架が JR 土産線。高架下の線路は、こと琴平ことひら線。右側のスペースは、ことの伏線化用地。左側が、ことひら急行線が走っていたスペース。 九千寺坂出駅は、当初、坂出駅前と称した。また、江内駅は、高松琴平電気鉄道の江内駅とは別駅。琴九琴平駅は、琴平三宮電鉄琴三琴平駅と高松琴平電気鉄道琴電琴平駅の間にあった。九千寺その他、詳細不明ながら電動貨車を一両保有していた。丸亀市川西町北にあった、川西駅は、 JA 川西支店付近にホーム部分であるコンクリート部分だけが長年田畑と雑草に囲まれた状態で残っていたが2009年に撤去された。高松琴平電気鉄道琴平線は江内琴電琴平間で土産線をアンダークロスするがその北側に琴平急行電鉄が琴平線と並んで土産線をくぐっていたガード跡が残っている。 境でインターニ西を流れる、大速川付近に、橋台と、築堤跡が残る。1934年時点、全国乗り合い自動車騒乱、広島停新局管内電気事業要欄。第12回、鉄道免許上下布、官報1926年12月18日、日本全国諸外者役員6。第37回、地方鉄道及び軌道一覧。 昭和10年4月1日現在、地方鉄道運輸開始、官報1930年4月19日、鉄道免許一部執行、官九1934年3月29日、鉄道免許取り消し、官九1935年5月18日、今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11号中国四国、新庁舎、2009年、51ページ、 ISBN 978から41億790万296ありがとうございます。